当におせちってすごくお手間がかかるんだなっていうのは、はい、改めて思いましたね。包丁の持ち方とかも今日教わりましたし、うんうん、もうこの紅白ナマスは自宅でも作れるかなって思います。生きてるエビも私初めて持ったので、でもお利口におとなしくしてくれてました。こんな素敵なお料理に変身するだなんて、うん、ケーキのようなカステラのような感じでとっても甘くて美味しかったです。贅沢な日になりますね、うん、本当に丁寧にお食事を作るっていうのもとっても今後の参考になりましたし、でも本当に仕上がりも繊細でね、こんな仕上がりになるんだっていうのも勉強になりました。